プトレマイオス十二世アウレテスは古代エジプトプトレマイオス朝のファラオ。父はプトレマイオス九世、妻はクレオパトラ五世。子にクレオパトラ六世、ベレニケ四世、クレオパトラ七世、アルシノエ四世、プトレマイオス十三世、プトレマイオス十四世。紀元前八十年、プトレマイオス十一世がアレクサンドリア市民の反乱で殺害されると、 正当な子孫ではなかったもののファラオとなる。姉妹のクレオパトラ5世と結婚。増大するローマの圧力や内政の混乱を顧みず、誘楽にふけったため、笛吹き用と揶揄される。ただし、正当な後継者でなく、が、そのために行ったローマに対する増愛工作や効能は、エジプト国民に対する増税につながり、国民の不満を増大させた。結果、 諸政策で批判を浴び、自らの弟の統治するキプロスをローマに奪われ、見殺しにしたことで反乱が発生し、紀元前五十八年に一旦退位し、ローマへ亡命した。反乱後はクーデターにより、娘のベレニケ四世がファラオとなり、共同統治者として、プトレマイオス十二世の妻クレオパトラ五世が選ばれているが、彼女と長女のクレオパトラ六世は短期間に死亡しており、 ベレニケに暗殺されたと思われる。本国がベレニケにより良いように操られ、事態を重く見たプトレマイオスは、紀元前55年に、ローマのポンペウスとアウルスガビニウスらの支援を受けて、福井市、次女ベレニケ4世の軍勢を破り捕獲すると、彼女を処刑した。以後紀元前51年まで在位し、自らの公認としてクレオパトラ7世及び、プトレマイオス13世に共同で、 ファラオにつくよう言い残しなくなった。彼は王族であることは確かなようだが直系ではなく反対勢力が多く権力基盤が脆弱であった。ためにローマの支援に依存せざるを得なかったこともあり、次女、ベレニケ4世の王国のっりを阻止したという点では評価されている。ありがとうございます。